Wikipedia English writes about nuclear holocaust as follows. A nuclear holocaust or nuclear apocalypse is a theoretical scenario involving widespread destruction and radioactive fallout causing the collapse of civilization through the use of nuclear weapons.Under such a scenario, some of the Earth is made uninhabitable by nuclear warfare in future world wars. I, Hiroshi Hayashi, understand that, most possibly, Jesus Christ, after 1500 years in the Renaissance, had issued a serious warning to us humankind about itNuclear Holocaust and Nuclear Apocalypse through the painting of the Mystery of the Passion of Christ by Antonio Campi. You be the judge whether you take it or leave it, but it might be rather stupid for us humans if we leave it and ignore it.1500年後のイエスはアントニオ・カンピの描いたキリストの劇場の謎の絵を通して私たち人間に重大な警告を発していたとは断言できないにしてもそうした警告を発していた可能性があります。そのように判断なさるかどうかは皆さんの問題ということになりますが、もしそれが神による警告であるとするなら、私たち人間はその警告を深刻に受け止める必要があるのではないでしょうか。広島市浜松市ジャパン。細かい部分についてですけれども、調べれば調べるほど謎が深まるのがアントニオ・カンピの書いたイエスの劇場の謎という絵画です。まあこうして調べていくとですね、あれこれ言いたいことが山のように浮かんできます。が、それは今日のポイントではありません。ここにイエス・キリストらしき神が表現されていますが、ひょっとしたらひょっとしてホログラムではないでしょうか。そしてこの部分中央岩の穴の中にいるのは誰なのでしょうかというふうに疑問が謎がどんどんと湧いてきます。が、今日のポイントはそれではありません。私はこの絵画を調べているときにどうも影の方向がおかしいと感じました。例えばこの人物を見てください。影がこの黄色いラインの方向に向かってといいますか
にできているのがわかります。影に注意してください。影の方向に注意してください。この人物を見る限りですね、光は左の方から来ているのがわかります。そしてこの人物の足と影を注意深くご覧ください。膝のラインと、それから膝が作る影のラインを注意してみてください。どうやら光は左上斜め上方手前の方から差しているのがわかります。これが光の方向ですね。今言いましたように、手前の左上方から斜め下方右の方に光が走っているのがわかります。となるとですね、左の上の太陽は本当に太陽なのかという疑問が湧いてきます。光の方向が一致しません。ここが今日の大変重要なポイントですから、慎重に皆さん自身の目で判断してください。特にこの馬の尻を見るとですね、光がどの方向から来ているかがよくわかります。少なくとも左上の太陽の方向から来ているのでないということは皆さんにも分かっていただけると思います。そこで実際の夕日の写真と見比べていただきます。右が実際の夕日の写真です。左がアントニオ・カンピの描いた絵です。様子が違うことに皆さんもお気づきになると思います。カンピの夕日は上の青い空と下の橙色の空が2つに分かれているのが分かります。が実際には夕日であってもですね、空は橙色にこのように染まります。皆さん自身で確認してください。で、私林博士は左のカンピの描いた絵の中の太陽は太陽ではないのではないかと判断しました。夕日の太陽ではないということになると、ではカンピの描いたこの太陽のような景色は何かということになります。拡大してみました。太陽のように円形になっていないのがわかります。円形になっていないばかりか、上下2つに分かれているのがわかります。太陽がこのように見えることがあるのでしょうか。特に注意していただきたいのがこの岩の影です。この岩の影を見ると、太陽はやはり絵の中の人物たちと同じように左上の方から来ているのがわかります。もし向こうに見えるのが太陽であるならば、この岩の影は真っ黒になるはずですが、この岩影は真っ黒には描かれていません。つまり光源は2つある。そしてその1つは太陽であり、もう1つはということになります。で、私林博士はカンピの書いたこの部分は核兵器が爆発した時の様子を描いたものではないかと判断しました。その理由はこのすぐ後に説明しますが、こうして比較してみるとですね、カンピの書いたこの太陽のように見える部分は太陽ではなくて、むしろ核兵器の爆発の様子に酷似しているということがわかります。皆さん自身の目で判断してみてください。太陽であれば多少の雲があっても深円形になるはずです。つまりこれを太陽と見るか、核兵器の爆発の様子と見るかは、つまりは皆さんの判断ということになります。
なぜ核兵器の様子を描いたものであると判断するかについてですけども、その証拠の一つがアイルワースのモナリザの絵の背景にあります。アイルワースのモナリザの絵の背景に描かれているのはまさしく火星の風景だからです。これが火星の風景であるとするならば、それは核兵器の爆発の様子を描いたものということになります。そして神秘の絵の中にもやはり同じような形で、隠し絵という形で、私林浩司は木星が描かれていると判断しています。つまりこれが木星であるとするならば、つまり神秘はこのような形でその絵の中に実は核兵器による爆発の様子を描いたものであると判断できるわけです。こうして神秘の絵、そしてダヴィンチの絵とつながり、そして神秘の絵の中に描かれている左の赤い太陽のように見えるものは実は太陽ではなくて核兵器の爆発の様子を示したものであるということになるのではないでしょうか。が、そう考えることは人類にとっては誠にもって恐ろしい話ということになります。つまり1500年後のイエスはルネッサンスの時代に現れて、そしてアントニオ・カンピという操り人形芸術家を通して私たちに深刻かつ重大な警告を与えたということになります。つまりこの絵はですね、まさしくハルマゲドンの様子を表したものということになります。そしてそのハルマゲドンを起こすといいますか、原因となるのが実は核戦争であるということになるのではないでしょうか。つまり1500年後のイエスは今から500年ほど前に人間に対してすでにこのような警告を発していたということになります。この警告をどのように捉えるか、それは皆さんの判断にお任せします。 Bye for now. Antonio Campi was an Italian painter of the Renaissance, and his one of the greatest masterpieces is one named The Mystery of the Passion of Christ, which is full of mysteries. Here is one mystery about which Miss Jane Jones, one of my YouTube subscribers, has pointed out that the strange object right top in the painting looks like Jupiter in the solar system. I, Hiroshi Hayashi, however, do not get surprised if someone says Antonio really painted Jupiter in his painting. Because I know Leonardo da Vinci painted a panoramic view of Mars in the Isle Worth Mona Lisa in the same way.視聴者の一人のジェーン・ジョーンズさんが、神秘の描いたイエスの劇場の謎の絵の中の不思議な物体は太陽系の木星に似ているのではないかと書き込みをくださいました。が、私林浩司はもしそうであっても、つまり神秘が自分の絵の中に木星を描いていたとしても驚きません。なぜならあのダヴィンチもアイルワースのモナリザの絵の中に火星の風景を描いていたからです。広志林、浜松セティ、ジャパン。左が NASA の探査機が火星で実際に撮ってきた写真です。右がアイルワースの絵の中に描き込まれていた私林広志が火星の風景と判断する部分です。これらの写真および絵には一切着色など加工は加えていません。
アントニオ・カンピの描いたイエスの劇場の謎の絵の中の右上のその謎の物体についてはいろいろな説が唱えられています。その前にダ・ヴィンチとカンピの関係を年表上でおさらいしておきたいと思います。私林博が1500年後のイエスの操り人形と判断しているレオナルド・ダ・ヴィンチです。そのダ・ヴィンチは1452年に生まれ1519年に亡くなっています。そしてカンピです。自画像はありませんでした。カンピの作品をここに紹介しておきます。そのカンピは1522年生まれ1642年に亡くなっています。まあ、ダ・ヴィンチが亡くなってから3年後にカンピが生まれたということになっています。そして1569年にイエスの劇場の謎を発表しています。視聴者の一人のリフレクションゼリートという方がこの絵を届けてくださいました。で、そのアントニオ・カンピはユダヤ教徒もしくはイエズス会あるいはイルミナティのメンバーであったと考えられます。手のハンドジェスチャーに注意してください。薬指と中指がくっついています。シグナム・マラーノです。そしてセント・ジェロームの絵も描いています。そしてアントニオ・カンピの代表作が繰り返しますがこのイエスの劇場の謎の絵ということになります。その右上にこのような奇妙なものが描かれています。これは何かということですけれども、おそらくアントニオ・カンピもこれが何であるか知らなかったものと思われます。定説がないというのがその証拠ということになります。で、ここに描かれているものがですね、木星ではないかとジェン・ジョンさんが指摘してくださいました。右が実際の木星の画像です。そこで左右の細かい部分の比較検証をしてみるとですね、よく似ているというか偶然の一致という範囲を超えて酷似しているのがわかります。この雲らしきものの表現の仕方、そして反転ですね、そしてこの気流のようなものが乱れて上に伸びているところ、そしてライン、もちろんラインも大変よく似ています。そして数えてみるとですね、ラインの数も同じであることがわかります。そしてここに色に注意してください。赤茶色の、まあ、霞んだような色ですね。もう一枚の写真と比較してみます。この雰囲気ですね、この丸い反転の大きなものがあるところ、そしてもやもやっと気流のようなものが乱れているところ、斜めのラインのようなものがあるところ、まあ、こうして比較していくとですね、つまり違いがないという点で同じと判断して良いのではないでしょうか。まあ、こうしたラインのもやもやとした様子ですね、この部分もそうです、この部分もそうです。気流がって言いますかね、乱れて上に上がっていると、そして下の方もですね、ラインが何本か重なっている点で一致しています。さらに興味深いことに、左のカンピのこの奇妙な物体、もう木星と言っていいのかなという判断ですけども、それをまあ白黒反転させてみるとですね、その様子がさらに右のですね、実際の木星の写真のそれと一致するということですね。特にこの渦巻きの表現の仕方、それから気流が乱れているような感じのところですね、そういったところに注意していただきたいと思います。ということはカンピのこの絵は実際の木星の写真をですね、反転させたものであるという可能性も出てきたということになります。となるとアントニオ・カンピの描いたこの謎の物体は木星ということになるのではないでしょうか。と言いますと皆さんは驚かれると思いますけども、アイルバースのモナリザのこの後ろに描かれている風景は火星の大地そのものでした。で、その絵と実際に撮られた写真と比較してみますと、細部に至るまで同じであることがわかります。先ほども言いましたように着色など絵写真に加工は一切施していません。原画のままです。皆さん自身の目で判断して
ください。左が写真です。右が一応絵ということになっています。このアイルワースのモナリザについての動画はこの後につなげておきます。でもう一度カンピの描いた絵に戻ってください。で一番左がカンピの描いた絵、そしてその右が実際の木星の写真ということになります。この描写は大変よく似ている。つまりこの段階で結論としてですね、カンピは自分の絵の中に木星を描き込んだということになります。まあ、とんでもない意見に聞こえるかもしれませんけども、ダヴィンチがいて、そしてその後にカンピが生まれたということです。1519年に一応ダヴィンチは亡くなったことになっています。そしてその3年後にアントニオ・カンピが生まれたことになっています。つながりがあるのかどうかは分かりませんけども、年代的に見ればですね、ダヴィンチとカンピはこのようにしてつながっているということになります。そして1569年にイエスの劇場のミステリーの絵をカンピ、アントニオ・カンピが描き上げました。その絵の中に右上のような奇妙な物体が描かれていました。この物体は何かということですけども、今の段階では仮説ということになりますが、これは木星ということになるのではないでしょうか。続く動画をどうかご覧になってください。 Bye for now。Someday you will reveal this fact. Someday you will know this fact. Then you humans will know what I was. And then you humans will know where you are from and what you are. You humans.Are my sons and daughters of God. いつの日か君たち人間はこの事実を暴くだろう。そして君たち人間はこの事実を知るだろう。その時君たち人間は私が何であったかを知るだろう。そしてその時君たち人間は君たちが何であるか、そして君たち人間がどこから来たかを知るだろう。君たち人間よ、君たちは神の息子であり、そして娘なんだよと。広瀬林、浜松セリジャパン。
Someday you will reveal this fact. Someday you will find this fact. Someday you will know this fact. Then you will know what I was. Then you will know where humans come from. Then you will know what you are. You humans, you are the sons of daughters of gods. This is a message from Jesus Christ after 1500 years. いつの日か君たちはこの事実を暴くだろう。いつの日か君たちはこの事実を見つけるだろう。いつの日か君たちはこの事実を知るだろう。その時君たち人間は私が何であったかを知るだろう。その時君たち人間は自分がどこから来たかを知るだろう。その時君たち人間は自分が何であるかを知るだろう。君たち人間よ。君たちは神々の息子であり、娘なんだよ。これが1500年後のイエスからのメッセージということになります。広し林、ハーママシティ、ジャパン。左上の写真が NASA が火星で撮ってきた写真です。右下はアイルワースのモナリザの絵の中に描かれていた奇妙な物体です。この両者は全く同じものです。つまりアイルワースのモナリザの背景には火星の奇妙な物体が描かれていたということになります。ではこの物体は何かということですね。メイドを挙げてみますと、アイルワースのモナリザの絵の中に描かれている物体は美しい緑色に変身します。つまりこれは火星に生えている樹木ということになります。そしてアイルワースのモナリザの絵の背景に描かれているのはその火星に生える樹木ということになります。この両者を皆さん注意深く比較してみてください。もちろん植物ですから全く同じものというわけではありませんけども、違いを見つけることができないという点で、アイル・ワースのモナリザの中に書かれていたこの奇妙な物体は火星に生えている樹木ということになります。つまり、このような形で1500年後のイエスはルネサンスに私たちにメッセージを残しました。いつか君たち人間はこの事実を知るだろう。その時君たち人間は自分が何であるかを知るだろう。君たち人間よ。君たちは神々の息子であり、娘なんだよ、と。まあ、このように比較してみるとですね、このアイルワースのモナリザの中に仕込まれた1500年後のイエスのメッセージを読み取ることができます。The term oopart or out of place artifact is rarely used by historians or scientists. You know the reason why. Why isn't the term used by historians and scientists?
The term is used to describe a wide variety of objects, from anomalies studied by mainstream science and pseudo-ecology far outside the mainstream, to objects that have been shown to be hoaxes or to have mundane explanations. Then, how about this fact I show you here in this video?オーパーツという言葉は歴史家や科学者の間では使われていません。なぜ歴史家や科学者は使わないか。その理由は皆さんご存知の通りです。オーパーツという言葉は科学の世界では邪道と言われるものを表現するために用いられているからです。あるいはエセ科学の代名詞としてアカデミックソサイエティの外にあるインチキ考古学の代名詞として用いられているからです。では、この動画の中でお見せする事実はどうなのでしょうか。広志林、浜祭り、ジャパン。まず、皆さんにご覧いただくのが一枚の銅鏡です。この銅鏡は大阪の長持山古墳から明治時代に出土したものです。そして同じく明治時代にアメリカに流出しました。現在この銅鏡はマサチューセッツ州のバスターミュージアムファインアーツに所蔵されています。この銅鏡には北極海の地図が正確に浮き彫りで彫刻されています。海岸線のみならず、シベリア大陸の方には、川、あるいは湿地帯まで正確に彫刻されています。一つ注意していただきたいのは、この銅鏡の中で、特に色の濃い部分は、海氷もしくは氷、雪と考えられます。それを除きますと、このように北極海の地図と完璧に一致します。のみならず、この銅鏡の上の地図はですね、真上から見たときに、地球の写真と一致するということです。つまり、特殊な方法で上から焼き込んであるということになります。時代は卑弥呼の時代です。まさに、あってはならないオーパーツということになります。もう、この、事実を発見して、私、林博士が発見して、すでに3年以上になろうとしています。次にご覧いただきますのは、法隆寺の隣にあります、中宮寺にある、弥勒菩薩半跏思維像です。中宮寺です。この中宮寺には、弥勒菩薩半跏思維像が安置されています。左がガンダーラ仏です。この両者はプロポーションが全く同じです。そして二つを重ね合わせてみますと、細部に至るまで同じです。ただし、鼻の長さと太さだけが違います。団子の形も少し違います。しかし、首の下にはシワがあります。そのシワまで一致しています。そこに注意してください。この事実も私が発見してすでに3年半あるいは4年近くになります。特に上まぶたのラインに注意してください。この事実をどう考えたらよいかということですね。左はストイッコです。右はクスノキオの寄せ木に彫刻されたものです。この丸いところのシワに注意してください。こんなところまで一致しています。この事実を皆さんはどのようにお考えになりますか?ただ単なる偶然、あるいはオーパーツとして片付けてしまいますか?ついでですが、法隆寺にはこんな奇妙な像も残っています。私、林博士が2012年に法隆寺の所蔵目録の中から発見したものです。目録には侍像と表記されていましたが、その顔は
シュメールのイナンナ、つまりイナンナ・イシュタールの顔と一致しました。いろいろ考えられますが、例えばシュメールから日本の法隆寺にこの像がもたらされたとも考えられますが、法隆寺のこの侍像なる像は正座しています。正座する習慣を持つ民族は世界でもそれほど多くはありません。つまり大変珍しいということです。これらの像を皆さん自身の目で比較してみてください。こんな像が日本の法隆寺にあること自体が、まあ、まさにありえないということになります。皆さん自身の目で確認していただきたいと思います。この像の目は側面についています。そして細長く吊り上がっています。頭の上にも何かがあるように見えます。そして口は大きく裂け、左右に広がっています。首も太く、まあ、これを違うという方が無理ということになるのではないでしょうか。つまりこのような像が日本の法隆寺に残っているということです。これもまさに大パーツということになるのではないでしょうか。なお大変興味深いことに、この法隆寺の侍像と同じ顔の像が、あのレオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描いたとされるアンギャリの戦いの絵の左下のところに描かれているということです。偶然の一致ということにもなりますが、しかしそれだけではどうも片付けられない大きなと言いますか、巨大な謎がその向こうに秘められているように、私林浩司は考えています。皆さんに見ていただきたいのは、レオナルド・ダ・ヴィンチという画家が描いたことになっているアイルワースのモナリザです。そのアイルワースのモナリザの背景には、火星の大地が正確に描かれていました。これは NASA が公表した火星表面で撮られた奇妙な物体の写真です。一般には針葉樹に似た木だと言われています。高さはわかりませんが、相当高い木と思われます。その木が、アイルワースのモナリザの絵の向かって左側に描かれていました。この部分です。この部分に注意してください。一見すると何かわけのわからない、つまり得体の知れない物体に見えますが、これはこの白い線のところで上下が線対称になっています。明度を上げますと美しい緑が浮かんできます。そうです。これは植物です。その植物が下の大地、多分水か何かがあったのでしょう。反射して映っています。これは NASA が公表し、現在アリゾナ大学が保管している写真です。Mars Curiosity Rover が撮ってきた写真と思われます。その中にこのような、まあ、樹木と判断して良いものが映り込んでいました。この樹木と判断して良いものにご注意ください。それと同じものがアイルワースのモナリザの絵の中に描かれていました。それを今日皆さんに丁寧に見ていただきたいと思います。比較してみてください。左は絵のように見えますが、これは写真です。右は絵ということになっています。これは写真です。そこを誤解しないでくださいね。この写真の出典はここに示しておきますから、皆さん自身で確認できると思います。注意深くご覧ください。NASA。NASA と書いてあります。出所は NASA です。そして現在、アリゾナ大学に所蔵されています。もう一度、このラインを見てください。つまり上半分が下に反射して映っているということになります。ですから上半分の輪郭はしっかりとしていて、下半分の輪郭はぼんやりとしています。これが事実です。そして NASA が撮ってきた写真と比較してみます。皆さん自身の目で確認してください。つまりこのような形で
1500年後のイエスはですね、ルネサンスという時代にレオナルド・ダ・ヴィンチという操り画家を通して私たちにメッセージを残したということになります。いつか君たち人間はこの事実を知る時が来るだろう。その時、人間は、君たち人間は私の正体を知ることになるだろうと、林博士はそのように解釈しています。もう一度、皆さんが撮ってきた写真と、そしてアイルワースのモナリザの中に描き込まれている木の絵と比べてみてください。注意深く見てください。まさに大パーツということになります。まさに大パーツということになります。左は写真のままで手を加えてありません。ただ、明度は少し上げてありますが、それ以外は手を加えていません。そして、右の方もやや明度を上げていますけども、それ以上の手は加えてありません。皆さん自身の目で確認して、比較して、判断してください。ここが重要です。ここが重要です。これを皆さんはエセ科学、インチキ科学として片付けてしまいますか？また片付けてしまって良いのでしょうか？左は NASA が撮ってきた写真です。右はアイルワースのモナリザの背景に描かれた奇妙な物体です。寸分たがわず同じです。この事実を皆さんはどのように判断なさいますか？左の絵が描かれたのは今から500年前のルネサンスの時代ということになります。繰り返します。このような形で1500年後のイエスはルネサンスの時代に私たち未来の人間にメッセージを残したということになります。いつか君たち人間はこの事実に気がつく時が来るだろう。その時、君たち人間は私の正体を知ることになるだろうと。そういうことです。まさに、大パーツ中の大パーツということになるのではないでしょうか。もう一度、NASA の写真を確認してください。University of Arizona と書いてありますね。そして、ホームページもしっかりと紹介してあります。私を疑う人は、このホームページにアクセスして、直接この写真を見られたら良いかと思います。これは火星で撮られた写真です。まあ、これが植物であるというためには、まだいくつかのハードルを超えなければなりませんけども、これは誰が見ても植物ということになります。以上、3つの大パーツ、林博士が発見した大パーツを紹介しました。Bye for now. Checkmate is a game position in chess in which a player's king is threatened with capture and there is no way to remove the threat. Checkmating the opponent wins a game. So do I. Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. Checkmate! Aliens! Checkmate というのは、チェスで王の逃げ場を封じ込め、王が捕らえられることを言います。つまり、相手をチェックメイトした方が勝負に勝ったことになります。で、林博士もその勝負に勝ちました。エイリアン、王手！広志林、浜松セティ、ジャパン。火星で植物らしきものが次々と発見されています。今ご覧いただいている画像もその中の一つということに
なります。まず、皆さんに、レオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描いたと言われているアイル・ワースのモナリザを見ていただきます。このアイル・ワースのモナリザの背景には火星が描かれています。火星の表面です。一見すると山のように見えますが、これは山ではありません。赤い部分を注意してご覧ください。ここに岩らしきものがありますが、影は左の方にできています。つまり光は右上上方から来ていることになります。一方、この山の表面を見てください。光は左上上方から来ているように見えます。つまり矛盾します。つまりこれは山ではありません。崖です。下の方へ伸びた崖です。ここが重要ですからしっかりと確認してください。この崖の部分を見ますと、ここに影ができています。そしてここに影のラインができています。つまり光は右上上方から来ていることになります。これで光の方向が一致しました。つまりここに描かれているのは山ではなくて崖だということになります。ここが今日の第一のポイントです。そしてこの崖とそれから火星表面で撮られました写真と比較してください。大変よく似ていることがわかります。火星にはこのような崖が至るところにあります。アイル・ワースの背景が火星ということになれば、モナリザの背景もこれまた別の惑星の背景ということになるのかもしれません。実際、モナリザの絵の背景はどこか地球離れしているのがわかります。が、ここは今日のポイントではありません。今日のポイントは、アイル・ワースのモナリザの背景には火星が描かれているという点です。これからそれをじっくりと説明しますので、皆さん自身で確認してください。この黄色い部分に注意してください。ここに何か岩のようなものが描かれているのがわかります。色を落としてみると、それがよくわかります。岩がいくつか重なっているのがわかります。そしてその周囲には小さな岩が転がっているのがわかります。これは絵なのでしょうか？それとも写真なのでしょうか？この辺りには谷のようなものも描かれています。そして中央には大きな影ができています。私はこれを岩と判断しました。注意深くご覧ください。これは絵なのでしょうか？それとも写真なのでしょうか？一見すると絵のように見えますが、実際には写真のように精緻に描かれているのはわかります。黒い影ができています。光は先ほども言いましたように右上上方から来ています。下が実際の火星の表面を撮った写真です。比べてみてください。岩がゴロゴロしています。そして大きな岩があります。少し目を細めていただきますと、写真であることがよくわかります。つまり、この絵を描いた人は、まあ一応、レオナルド・ダ・ヴィンチということになっていますが、1500年後のイエスは、このようにして、アイル・ワースのモナリザの背景に火星の表面を描き込みました。中央にそれが見えます。下は、実際の火星の写真です。比べてみてください。大変その様子がよく似ているのがわかります。白黒にしてみますと、その雰囲気がよくわかります。つまり、繰り返しになりますが、1500年後のイエスは、このような形でアイル・ワースのモナリザの背景に火星を描き込みました。ここには谷のようなものも描かれています。一見雑なようですけども、極めて精緻に描かれているのはわかります。絵の具のひび割れ部分を少し薄くしてみました。
皆さん自身で確認してください。これは絵ではなく写真であると私、林博士は判断しました。つまり写真をそのままこういう形で絵の中に写し込んだということになります。なぜこんなことをしたか。いつか私のような人間がですね、この事実を発見して、そして、まあ、1500年後のイエスをですね、再確認するためではなかったかと、私、林博士は判断しています。つまり、1500年後のイエスの私たちに対するメッセージであるということになります。が、これだけではまだ皆さんは満足なさいませんね。で、私も同じようにその絵を描いてみました。キャンバスの上に実際の写真を置き、ややぼかしを入れて、そして薄くします。こうすれば同じような絵が描けるということになります。技術的には大変稚拙ですけども、手法は同じかと思います。上がアイルワースのモナリザの中に描かれた岩山です。下が実際の火星の表面の岩の様子です。注意深くご覧ください。そして色を落としてみますと、まあ同じようであるとしか言いようがありませんね。全く同じ場所を探すことは、これは不可能かと思われます。上が絵です。絵と言われています。下が写真です。アイルワースのモナリザの背景に描かれている赤い大地は夕日を受けて赤くなっているのではないかとも考えられます。しかし夕日で赤くなるのは海とか湖とかその光を反射するところだけです。大地は黒くなります。自然観察をしてみると、それがよくわかります。もちろん、この地球にも崖はいくらでもあります。1500年後のイエスは、そうした崖の一つを描いたとも考えられます。そこで、この絵に描かれている崖とよく似た崖の写真を集めてみました。確かによく似ています。しかし、似て、非なるという感じですね。似ているけども、どこか様子が違います。例えばこの崖を見ていただくとわかりますように、アイルワースのモナリザの中に描かれている崖は内側に鋭角に曲がっています。私が探したところ、このような崖はこの地球には見当たりませんでした。で、本題です。もう一度、アイルワースのモナリザの絵を見てください。そして、その背景に描かれている風景の影の方向に注意してください。光は右上上方から来ています。で、左のこの物体は何かということですけども、ここで私は前回、下半分は影だと言いましたけども、やはりこれは影ではありません。上下正確に、線対称になっています。この白い部分で上と下が線対称になっているということですね。光は右上上方から来ていますから、もしこれが影であるならば、影は左下へと伸びているはずです。そして色温度を上げてみますと、美しい緑が見えてきます。これは何なのでしょうか。実は最近、次々と分かってきたことなのですけども、どうやら火星にも植物があるらしいということが分かってきました。一説によればサボテンに似た植物もあるらしいということが分かってきました。そしてこの写真に注意してください。これは NASA が公開した写真です。アリゾナ大学が保管しています。この写真に注意してください。まあ、一説によると、針葉樹のような木のようなものが生えているということになります。かなり背の高い木のようなものということになります。もちろん、まだ確認されているわけではありませんけども、植物と考えられます。まあ、一風変わった植物ということになります。これが火星上で発見された植物らしい木ということになります。で、これと同じものが、
アイルワースの絵の中に描き込まれていました。注意深くご覧ください。この中央の部分です。この中央の部分を皆さん自身で比較してみてください。順に比較していきます。まあ、植物といってもですね、おそらくいろいろな種類の植物があるものと思われます。しかし、まあ、この部分だけを見てもよく似ているというレベルを超えて同じと私、林博士は判断しました。つまり、アイルワースのモナリザの中に描かれているこの奇妙な物体は火星に生える植物ということになります。つまり、針葉樹に似た木ということになります。この写真の出所はここに皆さんにお見せしておきます。現在はアリゾナ大学のエデュケーション教育学部に、所属しているそうです。NASA から出ています。間違いのない写真です。つまり、アイルワースのモナリザの中には、すでに500年前にそれが描かれていたということになります。で、結論ということになります。アイルワースのモナリザの中に描かれている奇妙な物体です。この物体は上下線対称になっています。そんなところから私はやはり、この下半分は上半分が水面に映った反射であると考えています。そうした絵や写真は公開されています。比較してみるとそれがよくわかります。ですから、下半分がぼんやりとしています。火星とはいえ、水もしくはそれに似た液体がこの辺りにはあると考えられます。その液体に上半分の植物が、火星の植物が反射していると私、林博士は判断しました。そして最近、つまり2017年になってからですけども、私、林博士はこんな興味深い写真を手に入れることができました。NASA のマーズエクスプロレーションローバー計画の中で撮られた写真です。その写真の一枚にこんな写真がありました。この下の部分に注意してください。これはどうやら水海のようです。つまり火星には水の溜まった湖があるというのです。これは池なのでしょうか？それとも何か別のものなのでしょうか？この池のような場所の周りに点々と樹木らしいものが生えている点に注意してください。この水色の着色は私の方でしたのではなくて別のサイトがしたものです。で、この辺りにどうやら水の反射像が映っているようにも見えます。確定はできません。確認はできません。そしてその周りにはこのような樹木らしい、まあ、まさに樹木といって良いような植物が生息しているのが分かりました。高さは相当高いものと言われています。一説によると200メートルから300メートルあるのではないかと言われています。こんな樹木が、まあ、生えているわけですね。それが先ほどお見せしました樹木ということになりますが、この樹木のそばに実は湖らしきものがあったということになります。その湖の周辺で、あるいは湖とも断言していいと思いますけども、その周辺でこのような樹木が見つかったということです。つまりこのような樹木がその水面といいますか、湖の水面に反射してちょうど、まあ、中央ラインでですね、線対称の図形を作っていると私、林博士は考えています。この、まあ、中央部ですね、これはあの反射像なのか、それとも土砂のようなものが流れ込んだのかは、これだけでは判別できません。まあ、ともかくも私はこのような湖がですね、火星にあるということを知りました。そして湖があるならば、右のようにですね、上半分の像が下半分にちょうど、まあ、反転した形で反射していても何らおかしくないということになります。そしてそれがアイルワースの、まあ、絵の中に描き込まれていたということになります。ですから上半分は輪郭がはっきりし、下半分はぼんやりとしています。そしてアイルワースのモナリザのこの奇妙な物体の下半分には
大きく拡大してみると分かりますけども、細かいさざ波のようなもの、さざ波のようなものが描かれています。つまりアイルバースのモナリザの下半分の絵は、これは反射像ということになります。 by 林博士説です。この白い線が、この線対称のラインということになります。下半分がですね、輪郭がややぼやけている点に注意してください。つまりこのアイルバースのモナリザの背景に描かれているこの奇妙な物体は火星に入る植物であり、下半分はその反射像ということになります、というふうに私林博士は判断しました。つまりこのような形で1500年後のイエスはルネッサンスという時代に現れて、私たち後世の人間にこのようなメッセージを残したということになります。いつか君たち人間はこの事実を暴く時が来るだろう。その時君たち人間は私の正体を知るところとなるだろう。そして同時に君たち人間が何であるかを知るところになるだろうと。これが1500年後のイエスからのメッセージということになります。左がアイルワース、右が、火星の実際の風景写真です。つまりこのような絵をですね、写真の形で、描き込むことによって、1500年後のイエスは私たちにメッセージを残したということになります。つまりいつか君たち人間はこの絵の中に仕込まれた謎を解くことができるだろう。その時君たち人間は1500年後の私、つまりこの私が誰であるかを知ることになるだろう。その日のためにこの絵の中に私は私のメッセージを残しておくことにする。Jesus Christ after 1500 years。According to Wikipedia, it writes about Isleworth's Mona Lisa as follows. Shortly before World War I, English art collector Hugh Blaker discovered the painting in the home of a Somerset nobleman in whose family it had been there for nearly 100 years.This discovery led to the conjecture that Leonardo painted two portraits of Lisa del Gioconde, the famous one in the Louvre, and the one discovered by Blaker, who bought the painting and took it to his studio in Isleworth, London, from which it takes its name.第一次大戦の少し前、ヒュー・ブレイカーというアートコレクターが、サマーセットの貴族の家から、その家に伝わる一枚の絵画を見つけた。この発見により、レオナルドが二枚のモナリザを描いていたという推測へとつながった。つまり、ルーブル美術館にあるモナリザと、それにブレイカーが発見したモナリザである。ブレイカーはその絵を買い取り、ロンドンのアイルワースのスタジオにそれを持ち帰った。そのためその絵は、アイルワースのモナリザと呼ばれるようになった。広し林、浜松シティ、ジャパン。今、皆さんにご覧いただいているのは、上がアイルワースのモナリザの背景に
描かれている奇妙な風景です。下が NASA のマーズ・キュリオシティ・ローバーが実際に火星で撮って地球へ送ってきた写真です。比較してみてください。大変よく似ていることに皆さんもお気づきになると思います。つまり上の絵はですね、これは絵ではなくて写真を焼き込んだものであると私、林博士は判断しています。まあ、この辺りに谷もあり、山もありという風景が上に描かれています。そんな点に注意して検証してみてください。目をやや細めて見ますとですね、これがただ単なる絵ではなくて、写真のように精緻に描かれていることに皆さんもお気づきになると思います。で、この絵はどのようにして描かれたのか、それを私なりに簡単に実験してみます。これはアイロワースのモナリザの背景に描かれている風景ですね。その上の部分を取り出して、そして火星の実際の写真を下に貼り付けてみます。下の斜半分下はですね、これは火星の実際の写真です。で、ややぼかしを入れます。こうしますと、アイルワースのモナリザの背景に描かれている奇妙な、と言いますか、風景に似てくると思います。もちろん、全く同じ場所を探し出すことは不可能と思われます。ともかくも下が今合成で作った写真です。上半分がアイルワースのモナリザの風景から撮ってきた写真ということになります。で、上がですね、アイルワースのモナリザの、まあ、絵の中に描かれている風景です。色を落としてみるとですね、大変よく似ていることに皆さんもお気づきになると思います。つまりこのようにして、アイルワースのモナリザの背景は、まあ、作られたということになります。そして、そのアイルワースのモナリザの背景にはですね、火星の木と思われるものが描き込まれていました。最近の、まあ、調査によればですね、どうやら火星にも地球上の木に似た植物が生息していることが分かってきました。これがその証拠写真ということになります。現在、アリゾナ大学がこの写真を保管しています。ここに描かれているものは何かということですけども、相当高い地球上の針葉樹に似た木と言われています。これが火星で発見された植物と思われる木です。それと同じものがですね、このアイルワースのモナリザの向かって左側に描き込まれていました。だいたいこんなところにこんなものがあること自体がおかしなことということになります。この奇妙な物体がですね、アイルワースのモナリザの絵を台無しにしているとも考えられます。この部分ですね。この部分に奇妙なものが描かれているということですね。左右を比較してみてください。左は私が消したものです。つまり、このようなものが描かれていること自体がおかしい、イコール、それほどまでに重要なものであったからこそ、レオナルド・ダ・ヴィンチは、この物体をアイルワースのモナリザの背景に描いたということになります。明度を上げてみますと、ボコボコとした感じとともに、美しい緑が現れてきます。そうです。これは樹木。木ということになります。で、この木はどこの木かということになります。それを皆さんにこれからご覧いただきます。注意深くご覧ください。アイルワースのモナリザに描かれていた木と思われる物体です。右は、ローバーですよね。マーズ・キュリオシティ・ローバーです。それがこのような写真を届けてきました。まあ、これは上空を飛行中に撮られた写真ということになります。そしてその中には
このようなものが映り込んでいました。先ほども言いましたように、相当高い木のように思われます。右が実際に火星上空から撮られた火星表面上の樹木と思われる物体です。まあ木と断定してほぼ間違いないと思います。詳しくはこの続く動画の中で説明しますが、ともかくもこのような物体が映り込んでいたということですね。で、その中の一部とですね、左のまあ、アイルバースのモナリザの中に描かれている奇妙な物体と比較してみます。もちろん、まあ、植物ということになりますから、全く同じものを探すことはできないと思います。それに季節によって、まあ、葉っぱの部分がですね、生い茂り方が違うのは当然かと思われますが、その部分を除いてと言いますか、勘案してもですね、この両者は酷似しているというレベルを超えて同じです。言い換えますと、左のような植物、あるいは右のような植物は、少なくともこの地上にはないのではないでしょうか。つまり、1500年後のイエスの操り人形芸術家を通して、1500年後のイエスは、このような、まあ、写真ですよね。写真をアイル・ワースの絵の背景に焼き込んだということになります。ここが重要ですから、皆さん自身の目で左と右を比較してみてください。左は一応絵ということになっています。右は間違いもなく写真です。火星上に生えていると思われる樹木、つまり木です。つまりこれら両者は、私、林浩司は同じと判断しました。続いてながら、こんな奇妙なものも発見しましたので、一応報告しておきます。このアイルワースの背景はですね、一般には山と考えられています。これは山ではありません。下へ掘り込んだ崖です。光の方向からそれがわかります。下半分が山に見えるから、山というふうに一般には理解されています。が、私、林浩司は、これは崖と判断しました。で、この部分に奇妙なものが、まあ、描かれているということですね。何やら崖の途中に、まあ、窓のようなものが描かれているということですが、確認はできません。ともかくも、まあ、これはですね、私は絵というよりも、写真から起こした絵というふうに理解しています。部分的に絵のように、まあ、改変されているように思いますが、しかし、写真のように、精緻な部分もあります。まあ、こうした物体が描かれているということですね。で、これは何かということですけども、この下半分は崖ということになるんですよ。山ではありません。先ほども言いましたように、光は右上の方から斜め左下の方に当たっています。ですから、これは崖と判断しました。で、この部分を明るくしてみますとですね、やはり奇妙な左の方ですけども、ものが描かれているように思います。さらに、この部分ですね、上半分はどうやら絵のようにも見えますが、下半分はですね、極めて精緻に描いてあるのがわかります。明度を上げてみるとそれがよくわかります。赤い大地がここに、まあ、描かれているということですね。で、これは私は絵ではなくて、一部、写真であると判断しました。そして、色も火星の色と一致します。これは、マーズ・スピリチュアル・キュリオシティ・ローバーがですね、火星から送ってきたオリジナルの写真です。右はアイルバースのモナリザに描かれているオリジナルの色です。比較してみてください。色には手を加えていません。よく似ているというより、私、林浩司は同じと判断しました。いかがでしょうか。続く動画をどうかご覧になってください。いつか君たち人間はこの事実に気がつくだろう。その時、君たち人間は私の正体を知るだろう。と同時に、君たち人間は君たちがどこから来たかを知るだろう。
Bye for now.